為替を見ていきます。1ドル84円20銭台で推移しています。1ユーロが111円30銭台での推移です。その他の為替、オーストラリアドルが83円ちょうどを挟んだ値動きとなっています。それでは今日の為替の見通しを伺っていきます。三菱 UFJ モルガンスタンレー証券の塩入さんです。おはようございます。おはようございます。まず塩入さんの予想レンジなんですが、83円の70銭から84円の70銭で出していただきました。まずですね、海外市場を振り返っていかがでしたでしょうか。そうですね、先ほどニュースでもおっしゃってたように、ムーディーズによるスペイン国債格下げが言及されたことで、一つはまあユーロ安という展開、それからその後、はい、アメリカの予想必要めの経済指標を受けた、国債利回り大幅上昇に、ドルが全般的に上昇するような展開、そんなところの動きになっています。塩入さん、最近の為替市場ですね、行ったり来たりでなかなか方向感つかみにくい状況ですね。そうですね、非常に苦労しているんですけれども、はい、荒れ模様のアメリカ国債市場の影響、そして、その要因自体の捉え方もポジティブネガティブと定まらない感じですし、さらには欧州信用問題も、そこに加わって一方向には動けない状況になっていると思います。でまた欧米中心にクリスマス休暇シーズンというのもありますので、市場参加者が減少している影響というのも、相場の振れを大きくしやすく、しているという側面があると思います。いろいろな材料がある中でなんですが、どれを中心に見立てますでしょうか。そうですね、為替市場は金利水準の影響を受けるというのは明快な事実ですから、はい、アメリカ国債市場の動向というのは材料の大きなものにはなるんですが、ただそうは言っても、金利のみが為替市場の決定要因でもないというところにも事実としてはあります、はい、で昨日のこのコーナーでもアメリカの金利水準の割には為替市場のドル高傾向がそれほどでもないという話出てたと思うんですが、はい、為替市場は次の材料を気にし始めているのかもしれないと考えています、はい、やはり昨日ムーディーズがスペイン国債格下げに言及したタイミングで、本日スペインの長期国債入札があるんですが、もしもこの入札が不調ということになればですね、欧州信用問題拡大から、ユーロの下落に勢いがつき始めると、こんなことは考えられると思います、はい、ただ、先ほど申しましたように休暇シーズンでもありますので、はい、ある程度今の動きというのを割り引いて考える必要があるかと思いますので、真の相場という意味では今月最終週あたりからの動きを見て判断するべきではないかというふうに考えます、はい、塩入さんありがとうございました。はい、おはようございます。ですね、シティバンクの予想が 83.7 から84.7、80円台では日本の輸出企業のドル売りも出てくるのではないかということですね。サポートラインが83円台前半から半ば、そして83円ちょうど付近ということですね。河合美智子さんがですね、ドル円 84.20 から30の抵抗を上に向かって次は 84.6 から7ということですね。82.3 から4の週足重要ポイントを下抜けない限り押し目買い方針と、朝用車84円から20銭、深い場合でも83円50銭から60銭ということですね。今日もですね、負けないように張り切って頑張ってください。失礼します。